はい、ドミさん、こんにちは。今日はですね、本当に、あの、昨日の NVIDIA の決算を、まあ見てですね、あのー、まあ今日か、今日の決算あったんですけど、まあなんかね、どうやら結構決算の結果は良かったみたいなんですけど、なんかね、すごい時間外の取引ですごい下落してるみたいですね。なんでだろうな、みたいな感じで調べてみたら、一部のその、結構ね、予想が高いというかね、ハードルを高くしてる投資家たちに、 予想をこう上げられすぎてあのそれを超えられなかったから、まあ、下がってるらしいんですけどいやいやそんな話あるみたいな何ていうかね NVIDIA だからといってねあの高決算を出し続けてそれが当たり前みたいなねそんなわけなかろうみたいなそんなの当然だと思ってなんか勝手に高いハードル掲げてくんねんって話じゃないですか。まあ、それがね本当に なんていうか、NVIDIA かわいそうでならないな、みたいな。本当にね、なんか一部のその、YouTube も見てたんですけど、その、投資関連のね、YouTube では、その、なんかね、ダダっ子みたいだな、みたいな。あの、物をお母さんに買ってもらえない予想を高く掲げて、ぐちぐち言ってる子供みたいだな、みたいな。そんなことを言ってる YouTuber さんもいましたね。で、まあ僕がその、今後やる投資戦略っていうのは、まあ、エヌ i ディを、 とりあえず少し手放そうかなって思ってますね。まああのいろいろねやっぱりこの NVIDIA に今まで結構お世話になってきたわけなんですけど、まああの NVIDIA ねほんと大きくなりすぎたっていうのがあの結構あって、まあ全部手放すわけではないんですけど、やっぱりね今後中小型株の方が反応がいいなみたいな。まあ短期的な利益っていうのは なんか狙っていきたいなっていうのはまあもちろんあって、ボラティリティが結構ね大きかったとしても僕としてはね、あの資産の伸びっていうのがこうね、大きい方がいいなみたいな、そういうところで思ってて、まあエヌビデアってね、結構伸び幅が今まであったんですけど、結構ね、あの、時価総額1位になってから、 というもの、あんまり伸びにくくなったんですよね。やっぱりね、そのパランティアとかも最近ちょっと調子悪いなと思ってるぐらいで、やっぱりね、その企業の利益とか成長性とかっていうのが株価に反映されるので、それがどん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 こうね、上に上がってくるにつれて、利益のもね、ちょっとね、高止まりっていうかね、天井見えてきちゃったなみたいなね。そんなところなんですよね。 なので僕が今まであの n v i d i a に投資していた金額っていうのを他の中古型株まあロケットラボだったりまあアップラビンも結構ね新興企業に入ってると思うんでまあ今後はそういったねあの伸びそうな AI 企業とかに投資していこうかなと思ってますねまあそれで言うとテスラもねやっぱり大きくなりすぎているというかね本当にあれだけ 大統領の側近にいるイーロン・マスクのおかげで上がってるとはいえまあねやっぱ成長性っていうのはこの10日間で見てもまあマイナスですし何て言うかねボラティリティも高いとなるとリスクしかないんですよねなので僕としてはねその反応性のある程度いいなんていうかねサウンドハウンドとかあとは C3AI とかソ o フ i テクノロジーとかうーんレディットとかですかね まあそんなところを中心に今後あのまあ皆さんのエンタメも含めてね、まあ、僕がどれぐらい資産を肌感であの増やしていけるかみたいなところもねあの皆さんにお伝えしていきたいなって思ってますでプラスでやっぱりその自分の資産の推移っていうのも見せたくて、まあ、どうやってこの資産っていうのをね増やしていったらいいかっていうのも今作戦として練ってるんですけど まあ今僕が今やってるのは Google スプレッドシートであの管理してたりまあ10日間の成長率っていうのを出してまあグラフ化してみたりとかいろいろやってるんですけどまああの今後やっていきたいなと思ってるのがまあのボラティリティとかねシャープレッシュを出したのであのそれを使って RSI とかあとはモンテカルロシミュレーションとかそういうのもねやっていきたいなみたいな。 まあそれでねどれぐらいの伸び幅がまあボラティリティが含まれてまあ悲観的なシナリオとかあとはその積極的に投資して今後も市況が良くてまああのどんどんアメリカ経済が強かった場合のシミュレーションとかねそういうのも結構できたりするのでまあそれができたら結構ね資産の安全性というかね保たれるしまあ皆さんに堅調なその資産の伸びっていうのもお見せできるんじゃないかなというふうに思っております。 はい。まあそんなところで NVIDIA 今回決算が良かったものの今後 NVIDIA には投資しないっていうことを決めました。まあね、あのー、追加投資っていうところで行くとやっぱり中小型株まあそういったところにしていこうかなっていう作戦です。はい。そんなところで皆さんもまあどのような投資戦略かわからないですけどもしね、あのー、これいいよとかそういう株とかがあったら教えてください。それじゃあまた。 良い投資ライフを送ってくださいバイバイ